今日はこちらの岡田斗司夫さんのこの恋愛の法則から4つの運命、ここでは4つの運命と言っており、また別の本では欲求の4タイプという本で、2回ぐらいこの動画の中では、タイプの診断もやり、こんなタイプですよっていうのをやったんですけど、それぞれでまたこのタイプの中では、ちょっと女子向けではあったりするんですが、またさらに細分化するそのテストがあったので、もしよろしければまたご自身のさらなる理解として役に立ちますかねなんて思いながら、ただ僕ちょっと先にやったんですけど、恋愛の時だとそんな動きしてんなはありました、ので、もしよろしければ、ではまず王様タイプだった人、欲求の4タイプだと注目型、王様タイプ、方に対して質問でございますと、全部で5問あって、5問は1問 ABC の選択になってます、のでまずその王様の方に対しての質問、1、恋愛の醍醐味は、A、付き合うようになってから2人で過ごす時間だ、B、付き合うまでのドキドキワクワク感だ、C、どちらとも言えない、いかがでしょう、では2問目いきます、2、彼彼女とは A、できる限り一緒にいたい、B、前もって決めておいてベストな状態で会いたい、C、どちらとも言えない、いかがでしょうか、では3問目、彼女と付き合い出した A、 何と言っても彼彼女が最優先だ、 B、 恋愛も大事だけど他の付き合いも大事にしたい、 C、 どちらとも言えない、いかがでしょうか、それでは4問目、恋愛が終わってしまったと感じるときは A、 相手の態度から愛情が感じられなくなったとき、 B、 自分のときめきがなくなってしまったとき、 C、 どちらとも言えない、それでは5問目最後、付き合っていることを A、 2人だけの秘密にしたい、 B、みんなの前で言いたい、 C、 どちらとも言えない、でこれについては A については1点、B についてはマイナス1点、C は0点で計算してください。隊長、ちなみに王様タイプ、注目型、今で言うと何点でした？0点、なるほど。では今の王様の方で、王様で2点から5点の人、王様タイプの今の問題で2点から5点は、恋愛ドリーマー、で隊長がおっしゃった1点からマイナス1点の人は、ちょうどこの王様の真ん中ぐらいですね、で恋愛八方美人、マイナス2点からマイナス5点の人は、恋愛経営者、ではまず王様のプラス5点からプラス2点の人、恋愛ドリーマーの人は、王様タイプの中でも内向性が強く、職人寄りのあなたは恋愛ドリーマーという種族ですと、明るい王様タイプの中では職人的性格を合わせ持つため、物事を抽象的に捉え自分の内面を重視しますと、後輩や年下の面倒見がよく、先輩や上司に対しても自己主張が上手で、みんなに可愛られるタイプがこの恋愛ドリーマー、学生の時は学生らしく、
うん、OL になれば OL らしく、うん、結婚すれば、まあ、奥さんらしく、うん、上手に変化しますと。夢見がちでおしゃべり、感情豊か、うん、あ、他人に対しても感情移入が激しく、うん、涙もろい、うん、いつも人懐っこい笑顔で話しかけてきて話題が尽きない、うん、褒められたり可愛がられたりするのが大好き、うん、周囲の雰囲気に敏感で穏やかな雰囲気を作ろうと気を配っている、うん、嫌われたり意地悪をされると大変傷つくタイプ、うん、では体調ですね、はい、0点、要は合計1点からマイナス1点の人は恋愛八方美人です、うん、王様タイプの中でも王様ど真ん中のあなたは恋愛八方美人という種族ですと、うん、明るくお祭りが好きだけど寂しがり屋でいつも大勢の人と一緒にいたがるタイプですと、うん、誰にでも愛想がよく頼まれ事をすると多少難しくても快く引き受けてくれる、うん、初対面の人でもすぐに打ち解けて腹を割った話ができる、うん、職場では人間関係の潤滑油として絶対に一人は欲しい存在ですと、うん、褒められたりおだてられたりするのが大好きでたとえお世辞と分かっていても心から喜ぶ、しかし、うん、誰にでも気に入られようとするあまりつい陰口に同意してしまったり無理な約束を引き受けてしまったりというヘマが多いのも事実、うん、頼られた時好かれた時こそ気を引き締めるように注意しましょう。ピンときます？体調僕あんまりピンとこない。そうですよね、はい、では、うん、このまま引き続き、はい、王様タイプの点数がマイナス2点からマイナス5点の人は恋愛経験者で、王様タイプの中でも外交性が強く軍人寄りのあなたは恋愛経営者という種族ですと。明るい王様タイプの中でも一番目立つのがこの恋愛経験者ですと。自己主張が強くハキハキしていていつもグループに中心にいる、うん、人から慕われ頼られることが大好き、うん、面倒見がよく肝っ玉も座っていて姉御肌、うん、仲間のためにはたとえ火の中水の中、うん、まるで社員のために頑張る中小企業の人情味あふれる社長タイプです、うんうん、普段は笑顔が多いけど怒り出すと激しくその激しさで人を動かしたり従わせたりすることもあります、うん、こういう関係も広くどれだけたくさんの人とどれだけ親しく付き合っているかで人間の値打ちが決まると思っています、う